この時間は映画評論家町山智弘さんのアメリカ流れ物。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし、町山さん。もしもし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いいたします。どうもです。はい、これでちょうど1年ぐらい経つんですけど、コロナによる、なんというか、こっちステイホームとかいろいろ言われてますけど、はい、いわゆるそのレストランとか、映画館の中に入れない状態になってから1年経ちましたね、アメリカの方では。そうですね。はい。で、すごくいい兆しが出てきたんですけども、今日はそれについて話をしたいんですが、その前にプレゼントがあります。あります。はい。はい、これがですね、定点観測、新型コロナウイルスと私たちの社会という本なんですけども、はい、これが、まあ、コロナになってから一体何が起こったのかというのを、まあ、12、3人の人たちでですね、それぞれの領域で、記録していった本なんですね。ああ、はい、本当だ、いろんな方だ、いろんな分野の。そうです。はい、まあ、中心になったのは森達也さんですね、映画監督の。はい。はい。で、まあ、忘れられちゃうから、まあ、前の、まあ、大震災の時もそうなんですけど、実際何があったかって、後で結局、検証しようとすると、なんか話が違って伝わってたり、違って記憶されたりしちゃうじゃないですか。そうですね。で、その辺を、まあ、ちゃんと記録しておこうということで、まあ、森達也さんが声をかけてくれて、僕も書いたんですが、はい。僕はもちろんアメリカで、そのコロナ対策どういうことがあったのかということを書いてます。はい。だからトランプ大統領がね、コロナなんてほっとけばなくなるさとか言ったこととかもちゃんと書いてあるんですけど。はい。で、あと、TBSラジオで言うと、武田砂鉄さんとかね、宮台真司さんとかもね、書かれてますね。あ、そうですね。はい。宮台さんも書いてますし、武田砂鉄さんは、安倍のマスクについて書いてますね。はい。そうですね、はい。なんか忘れがちですけど、それもね、ありましたよね。みんな忘れちゃってんだけど、誰も使わないマスクに税金を550億円かなんか使って、はい、で、しかもそれを、まあ、受注した会社が未だに正体不明っていう。あ、そうだった。そうなんですよ。そういったことを、忘れないように、ちゃんとここに記録している本なんですが、この定点観測、新型コロナウイルスと私たちの社会を、リスナーの、方々にプレゼントします。はい、はい、これね、現在発売中のこの定点観測、新型コロナウイルスと私たちの社会、2020年後半ということですが、5名様にプレゼントでございます。欲しい方はメールで tama954@tbs.co.jp まで、件名に町山さんの本希望と書いてお送りください。締め切りは今日3月16日到着分までとさせていただきます。で、当選は発送をもって返させていただきますということですが、はい、はい、あ、言うの忘れたんですが、これ出版社が論争社というところで、はい、定価は2200円プラス税金ですね。はい、うん、はい、価格2200円、論争社から出されているということですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、ちょっと今日アメリカのですね、コロナの状況がすごく良くなってきたので、それについて報告させてもらいます。はい、映画館がね、開いたんですよ、とうとう。うちの近所の映画館が、はいはい、だからもう本当に嬉しいですけども、もう綺麗になりますか。アカデミー賞ノミネート作品も昨日発表になったということで、作品賞とか見ると町山さんが紹介してくださったものがすごいですね。うん、そうですね。ノマドランドとか、来週公開かな、はい、玉結びで紹介させてもらった、この間紹介させてもらった、ミナリとかですね、そういった映画が、作品賞にノミネートされてます。うん、詳しいことはちょっと来週話します。そうね、お願いします。アカデミー賞の方、はい、で、4月にですね、アカデミー賞の授賞式が行われますけども、また、中継で解説させていただきます。うん、はい、はい、で、今日ですね、なぜ僕は今回コロナの話をしようかと思ったのはですね、アメリカでのコロナウイルスワクチンの接種の回数がですね、1億回を超えたんですよ。すごいな、このスピード。はい、で、その中に2回打ってる人がいるんですけども、その1回でも、少なくとも1回でもワクチンを打った人の数も1億人にもうすぐ達します。すごい、はい、うん、で、これはね、すごいのはですね、アメリカの人口って3億3000万人なんですよ。はい、だから
3割の人が何らかの形でワクチンを打ってる状態になるんですね。うん、そうだ、うん、はい。でこれは、当初の予定よりも早いです。当初はどれぐらいって言ってたんですか。はい、バイデン大統領は1月20日の大統領就任式から100日以内で、つまりだから4月20日までに1億人に接種すると言ってたんですね、約束を。うん、はい、うん、でも1ヶ月前にそれをクリアする感じです。お、そうですか。はい、でどうしてそうなったかというと、うん、最初大体1日に、150万接種と、予測してたんですね。はい、うん、これがね現在1日に240万接種ぐらいいってるんですよ。すごいペースで打ってるんですね。なんでそんなに、うん、すごいスピードなんです、うん、はい、これな加速してる理由は後で説明します。はい、はい、で、バイデン大統領は5月1日までに5月1日までですよ、はい、16歳以上のアメリカの全住民が1回はワクチンを打てると言ってます。すごいな。僕も打てます。はい、これはね、まあ、ちょっとややこしいのはね、2つワクチンがあって、ファイザー社とモデルナ社のワクチンは1回打っただけだと、効く人が6割ぐらいなんですね、うん、だから3週間経ったら2回目打ってやっと9割が免疫を持てる感じになるんですよ、うん、その人たちは2回必要なんですが、はい、新しく3番目のワクチンでジョンソン&ジョンソンという会社のワクチンが採用されたんですね、うん、それは1回の接種で 85% の重症化が防げるんですよ。これ1回でいいんです。1回で済むっていうのはありがたいな。はい、だからすごく、ね、うん、ワクチンのスピードは加速してるんですね、これで、はい、でさらにこの、ファイザーやモデルナのワクチンは超低温で保管する必要があるんです、すごく扱い難しいんですよ、はい、でもね、このジョンソン&ジョンソンの方は普通の冷蔵庫でいいんですよ。へえ、はい、だすごく扱いが簡単なんですよ、うん、でさらにですね、このジョンソン&ジョンソンのワクチンを、1億回分ですね、うん、増産することが決まりました。うーん、合計2億になるのかな、うん、でそれはですね、国防生産法という法律で、戦争の時に、工場を使って戦車とか戦闘機を作る法律があるんですよ、うん、フォードとかに戦闘機とか作らせてたんですけど昔、うん、戦争中、はい、でそれを使って他の製薬会社にジョンソン&ジョンソンのワクチンを1億個作らせると。はあ、まあ戦争みたいなもんですからね、はい、そうか、ということで、まあ一気に進むだろうと。すごい。それでこのままだと7月までに、うん、つまりその7月頭までに、アメリカの全住民が、ファイザーやモデルナなら2回、ジョンソン&ジョンソンなら1回のワクチンを接種するという目標が立てられました。はい、すごい。これすごいですよ。これね、うん、7割の人が大あの、まあ、ワクチンを打ってれば、うん、抗体を持ってれば、うん、集団免疫になるって言われてるんですね。うん、はい、だから7月4日のアメリカの建国記念日、独立記念日には今まで通りの形でパーティーとか花火大会を行えると。へー、なんかゴールが見えてきてる感じですね。見えてきた感じなんですよ、うん、もちろんマスクはしなきゃならないんですけども、うん、はい、ただもう他マスク以外はだいたい通常状態に7月頭までにアメリカ戻れるんじゃないかと、いうふうに言われてます。このままならいけばね、うまく、うんうん、で、すごく接種数が増えていく一つ理由の一つはですね、はい、ものすごい会場でワクチン打ってるんですよ今アメリカ、はあ、うん、ものすごい会場、うちの近所のね、うん、オークランドスタジアム、コロシアムっていうところがあるんですけども、はい、そこはね、エイズってまあ、大リーグのメジャーリーグのですね、オークランドエイズの、まあ、球場なんですね、うん。そこで打ってるんですよ。球場で。野球場とか、フットボール会場で。はい。だからね、大きいとこだと1日6000ショット打てると。言われてます。はい。でそういった会場を接種するのにも別の法律が使われてて、はい、これ FEMA という、まあ、アメリカの機関があるんですけども、これね、連邦緊急事態管理庁といって台風とかですね、地震があった時に野球場とか、フットボール会場を接種して避難した人たちのシェルターにすることができる、まあ、権限を持っているところなんですよ、うん。だそこがスタジアムを使ってワクチンを接種してるんです。
はい、結構大号令でどんどん動いてるんですね。すごいスピードで動いてます今、はい。であとね、普通の薬局でも売ってるんですよアメリカ。薬局で、はい、いつもインフルエンザも売ってるんですけど、はい、薬局の薬剤師がそのワクチンの注射を打つ資格を持ってるんですよアメリカの場合。はい、そのスピードも速いです。アメリカね、薬局がでかくて、うん、あのでかい駐車場があるんで、うん、あの密にならないでたくさんの人のワクチンが打てます。あ、そうなのか。じゃあちょっと日本のイメージする薬局とは違いますね、うん、はい。あとね、看護師さんが、医師の付き添いなしでワクチンの注射も打てるんですよ、うん、これ日本はね、医師の、予診とかが必要で医者がいないとならないんですよね。うん、そうですね、はい。だから多分ね、ワクチンがね、ワクチン自体が日本に手に入っても、この接種すること自体がすごくいろんな形で困難だと思います。うん、はい。それこそ野球場を使ったりとか、あと法律を変えて、あの打てる資格のある人を増やすとか、そうしない限り、間に合わないと思うんですよね日本も。はい、あ、聞こえます？聞こえます、聞こえます。そういうのは、はい、日本ってそういうの話し合いってなってるんですかね。いやー、もうそういう話し合いをしているようにはちょっと届かないんですよ、ね、こちらの方には、うん、まあ、ね、はい、してるとしたら言ってくれないと思うね。今の聞くと、ああいいな、そうやってくれてたら安心だなと思うけど、うん、そうなんですよ。でね、僕もね、いつ打てるかってことで、登録してんですね、はいはい、カリフォルニア州の、ワクチン の、まあ、あのサービスに、はいはい。でね、それね、インターネットで自分の情報を入れていくんですよどんどん、はい。で例えば年齢はいくつかとか、はい、ね、まずその年齢ごとにワクチンの打てる優先順位が決まってるんで、はいはいはい、でその次にですね、仕事は何か。あ、仕事も、うん、関係あるんですか。はい、仕事がものすごく重要で、まず誰よりも最初に、ワクチンの注射を打てたのは医療従事者なんですね。まあ、そうですね、それはね、はい。でお医者さんとか看護師であるとか病院で働いてる人、うん、ね、それとあと老人ホームとかで働いてる介護士の人たち、老人ホームに限らないですが、まあ、介護士の人たちですね、うん、はい、この人たちがまず優先的に打ってるんですよ、はい、ね、でもうこの人たちはもう ほとんど打ってる状態になってますアメリカは、はい。で、その次に75歳以上のお年寄り、はい、で、あとエッセンシャルワーカーって言われてるんですけども、どうしても必要な仕事をしてる人たちですね、うん、例えばバスとかの運転手さん、あ、はい、うん、バスの運転手さんものすごく感染率が高くて、あのかなり亡くなってるんですよ。あ、そうですね、はい、でもないと困るんですよね。インフラを支える意味でね。で接触は絶対ありますもんね、はい、そうなんです、うん、あとドラッグストアの店員さん、そうですね、これも困りますよね、ないと、うんうん、はい。であと、まあ、スーパーの店員さん、食料が買えないと困りますから、うん、はい。でそういった人たちが、その次に優先順位があってワクチンを打ってる、うん、でその次に優先順位がある人たちは、リスクが高い人たち、はいはい、で65歳以上の、まあ、方々、高齢者の方、この人たちも打ってます今。あ、はい、そうですか、うん、はい。それとあと高血圧の人、うん、糖尿病の人、うん、心臓病の人、うん、極度の肥満の人たち、うん、こういった人たちは非常にリスクが高いので、うん、今もう打ってます、はい。で今打ち始めたのが保育関係の人たちですね、うん、あ、その次が保育士の人とか、うん、はい。だからこういうお医者さんとか看護師さんの人たちが子供を預ける先がないと困るわけですよ。そうか、うん、そう。だから働けなくなっちゃうから、うん、だからそのための保育士さんのとかですね、うん、あとその次に来るのがレストランとかの従業員の人なんです。はい。で、この辺はね、州ごとに優先順位が違ってたりするんですね。学校の先生があったりするんですけども、はい、はい。で一番最後に来るのが僕たちなんですよ。ほう。家で仕事してりゃいい人たち。はー、そうですか。映画評論家はもうそうなりますか。そう、家でやってろよっていう人たちですね。はい、まあね、その優先順位聞くと納得ですもんね。そうなんです、うん、でこれを、ね、打ち込んでいくんですよコンピューターで、うん、はいはい、でそうするとあなたは次の、ワクチンですよ、はい、あなたの番が来ましたよってメールで教えてくれるんです。うん、
で、予約してで行くとワクチンが打てるという状態になってるんですよ、うん、現場での混乱がないように、うん、はい、だからこれで優先順位にから外れてると言っても打てないわけですね、うん、はい、っていう感じになってます、すごくシステム、ね、システム化されてここまで非常にスムーズで来てるんですね、うん、はい、すごく早かったですね、このシステム作るのはアメリカ、はい、で、これで、まあ、全部収束と完全に収束とまでいかないけれども、はい、状況は良くなってきたんで株価とかも上がってるんですが、うん、さらにですね、バイデンさんは、このコロナからコロナのまあ経済状態ひどい状況になってるんで失業者とかも増えて、うん、ここから脱出するための、新しい法案とかをどんどん出してます、うん、はい、で、先週あたりに、サインした法案はですね、まあ、一律給付なんですよ、はい、はい、前も話しましたけど、はい、まあ、個人で750万円以上の収入で世帯で1500万円以上の、収入の人を除いた、まあ、ほとんどの人がそうですよね、うん、ほとんどの人は世帯で1500万とかないですから収入は、うん、そのほとんどの人全員に1人、まあ、15万円ずつの給付が決まりました。ね、これ1人15は子供とかもってことでしょ、はい、子供も含めます、ね、はい、でね、その前にトランプさんの時に12月に、6万円の一律給付も通してるんで、うん、法案をだから合計で20万円以上なんですよ、あ1人、うんうん、だから4人家族だと80万円以上、うん、これは大きいですよ、助かります、ね、うん、これはものすごい助かると思います、うん、はい、で今まで支払われていた、失業者1人当たりの週3万円の支給も継続します。それもプラスでもらえるわけですよ、うん、失業してる人は、うん、ね、でさらに、今進めてるのはですね、進めてるというかもう決まりに近いんですけど、中産階級以下の、人たち、だからさっき言った750万円よりも収入が低い人たち全体の中の子供がいる人たちへの大幅減税します。へ、はい、これだけやればなんとか脱出できるんじゃないかと。なるほど、もう今からやってるんですよ。へ、はい、そうか、これは大きいですね。去年も一律給付で1人12万円があったので、はい、うん、ね、これプラス今回の、まあ、トランプさんと合わせて20万円ですからね、うん、すごい、これは大きいと思います。だからやっぱりね、前も話したと思うんですけど、はい、国って一つの人体みたいなものなんで、うんうん、血液を送ってないと壊死しちゃうんですよ、うんうん、で、その頭の方がその、まあ、足の方がね血がいかなくてもいいやと思ってると、うん、足が壊死しちゃったらもう人はだんだん壊れてっちゃうんですよね、うん、ね、だから血液が全体に行き渡るように、まあ、お金っていう血液をとにかく行き渡らせなきゃならないと、うん、いうことなんですね、うん、考え方としては、うん、だから国にお金があるかないかなんて二の次なんですよ、それは、うん、そうですね、しかも有効的にいかにそのお金を使うかですもんね、うん、はい、だって国にお金があるかっていうか国これ金作るわけですから国がね、うん、給付っていうのは、うん、なければ作りゃいいんですよ、うん、ね、そうしないと死んでしまうんですよ、うん、っていうことをやってるんですが、ただまあいろいろと難しいことがあって、例えばですね、トランプさんを支持してる人たちが現在、まあ、3割ぐらいいるんですね、はい、まだね、この人たちのうちの半分ぐらいはワクチンを絶対打たないって言ってるんですよ。これがいると集団免疫にならないんですよね。まだそんなこと言ってる人がいるんですね。まだ言ってるんですよ。で、もともとワクチン陰謀論っていうのはアメリカはすごく多くて、もともとね、はしかとかのワクチンを打たない人たちも多かったんですけども、うんうん、で、今回はその、まあ、インターネットでいろんなデマが飛び交ってて、うん、その、ビル・ゲイツがワクチンの中にナノマシンという、まあ、ちっちゃいロボットを入れて人間を操ろうとしてるとかね、本気で信じてる人たちがいるので、この人たちをどうやって説得していくかってことにかかってると思うんですよ。7月までに、その完全にね、集団免疫ができるまでには。で、まあ、他にもいろいろ困ってて、テキサス州という州がですね、はい、調子に乗っちゃって、もうマスクも全部やめるって言っちゃったんですよ。え？
このタイミングで。そう、うん、まだちょっと良くなってきただけなのに完全にやめるって言ってるんですよ。早すぎる、はい、テキサスこの間ね停電で寒さで、ね、人が死ぬような事態になってたのにもかかわらず、ね、テキサス州知事はもう調子に乗っちゃって、うん、マスクやめるって言ったんで、そのテキサスの州の州都のオースチンという町の市長がうちだけはマスクやるって言って、うん、そしたら今度はテキサス州に州に逆らうんだったら訴えるぞって言われてて、州内で戦争になってますけど、なんかよくわからない事態ですそれはね。はい、ただね、こういった形で抑えるのをね、気を緩めちゃうと、うん、これ非常に危険なのは変異株が出てくる可能性があるんですよ。うん、そう、確かに。そう、人体の中に感染した状態でなってると変異株が出てきて、そうするとワクチンが効かなくなるんですよね。だからそれを抑え続けなければならないんで、気を緩めちゃいけないんですけども、ただ、まあ、日本でどのくらいワクチンが進んでるかというと、今28万人っていうふうに報道されてて、ちょっと人口のわずか 2% なんですよね、はい、で日本がそのワクチンに遅れてるとこれは非常に困るとバイデンさんも言ってるんですよ、うん、でそうすると結局世界が全部ワクチン、まあ、コロナを抑えないと変異株が出てくるからまた同じになっちゃうんですよ。うん、ワクチン効かなくなっちゃうから、うん、ね、うん、だから、バイデンさんは世界がワクチンを打たなければ我々が安全になったとは言えないということで、うん、アメリカがワクチンが普及していったら日本にも支援する方向でいるそうです。あ、そうですか。ワクチンの支援、じゃあすごく先になりそうな気が、はい、うん、まあ、でもじゃあ7月にアメリカがある程度行き渡ったら、うん、そうですね、だ多分ね、4月8日に日米首脳会談があるじゃないですか、はい、それは多分バイデンさんが日本へのワクチンの提供を、まあ、ある程度約束するんじゃないかと言われてますけどね。うーん、はい、だから日本も遅れてなんとかなるんじゃないかと。そうしなければ世界がのどこかで感染が広がってたら、うんうん、世界は安全じゃないんですよ。そうですね、変異株が出てくるから、うん、はい、という感じでまだまだいろいろ大変ですが、はい、まあ、みんながしっかりやればなんとかなっていくだろうと、みんなで頑張ろうと。そうか、いう感じです。いや、はい、本当ここ1ヶ月ぐらいでぐっと変わりましたね、アメリカはね、うんうん、いや、 やっぱり新しい大統領の就任が大きかったと思います ね町山さんの表情もなんか最近変わりましたもんね。だって映画見れるんだもん。ね、だってゴジラ対キングコングが IMAX で見れるかもしれないんですよ。このままちょっと諦めてたんですね、最初は。うん、はい、そうですね、もうゴジラ対キングコングをね、コンピューターで見たくないですよ。うん、そうですね。大きな画面で大音量で。で、うん、確かに見たい。それは嬉しいです。はい。はい、わかりました。今日は町山さんに現在のアメリカの新型コロナウイルスの状況を伺いました。で、その新型コロナウイルスと私たちの社会というね、最近出された本、論争者から出された本もプレゼントでいただいておりますので、よかったらぜひぜひ皆様手に取ってみてください。町山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもでした。TBS ラジオ。玉結び。玉結び。